小出秀隆は、丹波国園部藩十代藩主。吉地家継承湿家十代。九代藩主。小出英響の長男。性質は、老城利政の娘、六子。形質は、朝倉七五郎の娘、菊江、二田茂種の娘、因子。小和江延、英行、英式。娘、娘夫人、娘、娘。官位は、十五位下、伊勢守。 嘉永2年9月3日生まれ、安政3年3月19日、父英発の死去により後を継いだ。文久3年2月15日、十五医下、伊勢守に助任する。慶応3年11月、朝廷の命令に応じて上落し、早くから新政府側を支持する姿勢を示した。慶応4年に1月、藩主英直は上落中だったものの、その部への重臣たちは、家中の意見をまとめ、 西恩寺金持ちが指揮する三人道陳部軍に従った。新政府は万が一慶が戦火に飲み込まれる事態となった場合は、明治天皇を花房直の居城その部城に避難させるという策を立てた。そのため、慶応4年に1月に花房直は新政府からその部城改築の許可を得る。同年4月にその部城改築を終える。結局、慶は戦火から免れ。 明治天皇模型にとどまった。明治2年6月20日、藩赤奉還により、藩知事となる。明治4年7月14日、廃藩知見により面刊となる。同年9月16日、東京に移住する。明治16年11月、隠居し、息子の永の部に家督を譲った。なお、明治17年に永の部は、死者となった。明治38年9月27日、 57歳で死去した。ありがとうございます。